最近失敗ばかりでしんどいよ、父ちゃん。兄があったんだよ、兄が。なあ、それってよ、おめえから見たらよ、失敗かもしんねえけど、俺から見たらサクセスかもしんねえぞ。見る角度によって成功か失敗かって違うんだよ。何してんだろう、アイマスクしたら気持ち悪くて寝れない感じ。これ多分分かる人分かると思うんだけど、アイマスクってさ、確かに僕は結構使ってる方なんですけど、要はさ、寝方の問題で、もうシャットアウトして寝たいのか、それとも真っ暗な部屋でさ、携帯の画面のバックライトを一番下に下げて、真っ暗な携帯見ながらうとうとしたいのよ。その時にこのカーテンの隙間から出てくる光が本当にキャーってなる感じがして、そのアイマスクを決してなんか使いたくないってわけじゃなくてね、そのまあですよね、 TPO ですよね、やっぱそこはね。ホームセンター行って窓サイズのベニヤ板買って、これ大掛かりすぎんだよな。段ボールかぶって寝れば。まあそれありだね。まあそれは一つの解決策だわ、それ。ようやくアルバトリオン倒したなんか布団上の操作だった。ああ、まあまあまあ、でも結構倒してる人いっぱいいますからね。もしかしたら、どっちかって言ったら、あれかもしれないですね。試行回数かもしれないですね。やっぱね。16日から中途入社するのはもうすでにやめたいや。難しいな、やめたい、働きたいの問題は。頑張れ。まあ、とりあえず頑張れ。やるしかねえ。それじゃマイクの角度、マイク見える角度でワイパー直してくれ。俺、エッチな大きなマイク見てたよ。これ、エッチで大きなマイクを見るには、ただ単にこうすればいいよ。ほら、ちょっと見えた、ほら。ちょっと見えましたね。はい。多分、この角度ですか？これはエッチな大きなマイクだね。これがあるんですね、きっとね、おそらくね。それじゃもう T シャツは出ない。まあ、そう出す、ちょっと予定はないですね、とりあえずね。桜を見る会、まだ桜を見る会多分やんないっすね。もうだって桜散ってんじゃないの？どうすか？桜、散ってない？もう。暑いな。布団じゃの影響でストローク初めて、コントローラー壊しました。いいね。始まったな、それな。クイニーアマンがあるならクイニーウーマンもあると思うか。ゴールデンウィーク4つと天狗ちゃんとバーベキュー配信してくれ。まあ、家族がいますからね、やっぱり天狗ちゃんとよっちゃんはあなたのものじゃないですからね、本当やりたいことはまあやりたいですけどね、一応優先させてあげてくださいね。リアルたけしもあいつらいるんだから、言って、俺、引きこもりだから外配信で外の景色見せてよ。まあでもちょっと、まあ、近日中ですね、本当にでもね、4月にいろんなデバイスを一新しようと思ってるんですよ。ノート PC、本 PC、携帯、あとキャリア、マジで、マカオに行って思ったドコモのユーザーが今多分なんかこう人が集まるとこ多いんだろうな。本当に使えなくなる。 au の人はマジで使えるんですよ、人が集まるところ。ドコモ本当に使えないんで、ちょっとマジで俺、まあ au っていうかね、なんかいろいろあるんですよ。切り替えられるキャリアもあるんだよね。今は au モードポチ、今はドコモモードポチ、今はなんちゃらうんちゃらかんちゃらモードっていう風に変えれるやつにしたいなって、それが一番いいかなって思う。よく外配信するときに、うちの配信で禁句なのは、ポケット Wi-Fi 持ってきゃよくね。はい、エアプってなるんで、本当にやめてください。それはもう、ポケット Wi-Fi、万能じゃないんだよね、あれね。結局、ドコモ回線使ってるか、au 回線使ってるかなんで、あれもう結局。新卒 PT です。毎日1時間半サービス残業があって、辛いです。ブラック病院だ、それは。それは、ちゃんとに上司に、じゃあ上司、仲間に、うちってブラック病院だぞ、つって。ぶっちゃけ、いや、もうみんなでここやめた方がいいぞってぐらいの持ってった方がいいっすよ。そんな、俺ね、マジブラック病院マジで許せないんですよ。ほんと。ね。マジでブラック病院許せない。患者さんのね、健康を守るためにね、健康を守る前にね、まず、従業員の健康を守れよってマジ言って、やりたいんですよね。そういう会社って。マジで。ほんとですよ。患者さんを生き生きさせる前に自分たちが生き生きさせないと無理だろうっつって。ほんとに、1時間半の残業は、ハイパークソブラックなんで、そういう仲間を募って上司に申告しましょう。それは勇気を出して言うべきですよ、それは。患者さんにむしろ還元されます。長年の長い目で見たら。ブラック病院って誰がそういう雰囲気作ってるの？すべて委員長の責任ですね、それはもう。すべて委員長の責任。知らなかったって言いますから。多分おそらくこうやって労働監督、形でくくるじゃないですか。うちのリハビリテーション科、そんなサービス残業なの？知らなかったって多分なります。はい。マジで言います。それで許されない、許されない。ただちょっと、知らなかったんだっっていうような雰囲気がただある。このなんていうのかな、うん、まあ知らなかったんならいいかってならないんですけど、知らなかったんだ、まあでもダメだよねってなるか、知っててやってたんですか、それはもうダメですよってなるか、そのちょっと、うん、雰囲気が変わるかどうか。最近ウォシュレットするとケツ穴がしみるんだけど、それって知らねえよ、病院行けよなの知らねえよ。俺は最近ウォシュレットするとお尻の穴から水が出るよ。あ、なんか入ってったっつって。30代前半の時はこんなことなかったのに。なんか知んねえけどな。痛くはね、ただ入ってっちまう。水圧5が好きなんだけど、てか水圧5以外ないよな。水圧3とか中途半端なやつなく、5一択だよね、やっぱな。さ、家にさ、ウォシュレットがねえからさ、駅とかさ、パチンコ屋さんでやるウォシュレットが最高に気持ちいい。レーザービームみたいなウォシュレット。ビーッつって、ここの5はすげえやつって。あれマジバネっすよね。なんか5によってもちょろちょろのとこもあるし、たまにあるじゃん。押してもさ、フェイントかけるやつ。ブーン、クックル、ブーン、クックル、ブーン。あれたまらねえんだよな。おい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 って。じらすじゃねえか。もう一個押すかっつって。おい、壊れてろやってなるんだけどね、最終的に。ウォシュレットちょっとたまらないですよね。こんなにウォシュレット好きなのに、家でウォシュレットしてないんですよね。てか、設置してないんですよ。すればいいのにってなるんだけど。まあでも、がゆえに尊いんですよね。家出るときに、よしって、今日はパンパンに食べて、駅で、うんならかすかみたいなさ。羨ましいです。トイレにウォシュレットがついてる家庭の方たちは。外のウォシュレット最強にして帰るやつって何なの？なんで別によくないそんなの。なるほど。次の人のことを考えて、トイレットペーパーを三角にしなさいみたいな感じと一緒で、次の人のことを考えて5から3にしろってことか。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。あ、マジで？あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。ああ。ちょっとわかんないですね、それね。うん。エチケットだよな。なるほどね。なるほど。トイレットペーパー三角にするの賛否両論だよね。布団上の、そうね、前の嫁ちゃんが、絶対に三角にする人だったのよ。俺と一緒に暮らしてても。そう。俺は、あれ嬉しかったっすね、やっぱ。あ、また三角にしてくれてる。で、俺も三角にしようっつってさ。うん。で、布団ちゃんがやる三角、本当になんか、ちょっとなんかこう、三角の部分がこっちになったりしてやるみたいな話ありましたね。たははっつってさ、やっぱおめえが作る三角にはなんでな、つって。俺が作る三角ってなんか、いびつだよ。あんな話したのが、ちょっとやっぱ、思い出深いですね。あれって掃除しましたよって合図らしい。まあでもね、それ、わかる。ホテルとかとそうだよね。2日目とか泊まるとね、三角になったら、つって。この話、漫画にしませんか？いや、ちょっとよくわかんないですけど、ぜひ、してみてください。あれは消防士さんが素早く使えるようにだぞ。あ、そうなんだ。最近、元嫁の話よく出すけど、寂しいのわかんないです。よくってのは、どんくらいですかね。10回に1回がよくなのか、5回に1回がよくなのかわかんないですけど、俺は結構、定期的に出してる方なんですけどね、もともと。よくっていう言葉を僕、結構嫌いなんですよね。それは何と比較してって僕、毎回聞いちゃうんですよね。よく、あなたのよくっていうのは、それ何？ 3 回に1回なの？ 5 回に1回なの？ 10 回に1回なのつって。そう、普通も嫌いなんですよね。それって何と比べて普通なのつって。布団ちゃんって奥さんの方に真剣渡らなかった。俺を何だと思ってるんだ？もうちょっと、あれしてくれ。俺のこともっと知ってみてくれ。何なんだ、それは。錠に穴を掘ってもらって流血して客が訴訟したのって知ってるか？なんかそうなんだ。難しいっすね。恥ずかしい訴訟だな、それ。裁判官も読みたくないだろう。〇〇〇無年、〇月〇日、大阪のほにゃららほにゃららセクシャルってんで、被告人なんちゃらはみたいな感じでやるの、そういうの。なんか、すごく嫌だな、それな。そうそうそう。さあ、それでは判決を下すごいって、そんなブーみたいなね。なんてそれみたいな。嫌だな、そんなのな。そんな、恥ずかしいけど、でもまあ、状況にもありますからね、本当に、お尻がもう、排便もできないぐらいの、まあ、傷を負ってしまったっていう状態だったらば、やっぱりそれはそれで、ね、良くないですからね。ケツの写真でも出てくるんじゃない？それでは、情報の整理です。これが、被害者のケツの写真です。つって。丸時何分。これが、まあでもわかんない。そんな撮ってるわけねえか。利用する前のケツで。これが利用した後のケツです。こちらの意見としては、ジョーが、ネイルを、まあ、過度にしているがゆえに、そのネイルによってケツが傷つけられたというふうに仮説を立てています。どうでしょうかつって。そんな感じでやるんでしょうね、きっと。